この映像は投稿者が7年前に娘の通う小学校の運動会での様子を撮影した映像である。その日は晴れており、絶好の運動会日和であったという。しかしそこには映ってはならない映像が映っていた。お分かりいただけたであろうか。もう一度ご覧いただこう。準備体操をする生徒たちの後ろの茂みにご注目いただきたい。もう一度ご覧いただこう。女性の影のようなものが映り込んでいる。投稿者の話によると、7年前この学校に通う女子生徒が殺人事件の被害に遭っていたという。この映像に出ている女性のような影は被害女性の怨念が映り込んでしまったものなのであろうか。